ちょっといいっすよ。おお。今日はですね、スイフトスポーツのちょっと珍しいマフラーついてるんで紹介します。お名前の方は、市民です。市民さん、ツイッターかなんかはやってます？ツイッターをやっております。はい、そのままの名前ですか？はい、はい、市民さんで、でとりあえずこのホイールですね、タイヤホイール、これは何でしょう？はい、ホイールは、ウェッツスポーツさんの、ウェッツスポーツさん、はい、SA99、17インチですね。17です。7.5 でぐらいですかね、これ。7.5 です。 7.5 ですね、はい、フロントもリアも点が通してちゃんとローテーションできるわけですね。はい、はい、自分のも今のところできるんですけど、ちょっと変えたらできなくなるかなあそこに並んでるんですけどね、みんなで、バケット、はい、なんか入ってましたよね。フルバケが2脚でしょ。1脚ですか。助手席は純正で。マジですか。ちょっと見せてもらっていいですか。はい、ちょっとお邪魔します。お、なんかシフトノブも変えてあるし、シフトノブもリバースノブから全部外して、ああ、あ、なんかかっこいいですね、ここ。はい、3人と流用だったんで。あ、そうなんですね。3人と流用なんですね。3人とスパー流用だったんで、はあ、で、これがグッドランサー、はい、はあのフルバケです。軽そうですね、なんか。そうですね、うん、純正の半分以下ぐらいでしょ。そのくらいの重量です。はあ、なんか内装もブルーで揃えてあってなかなかっすね。青が好きなんで。ああ、いいっすね。で、マフラーなんすよね。自分ちょっと初めて見たんすけど、これいなかったですよ、一本出しは。これ空洞なんすけど一本出しのちょい跳ね上げぐらいですね。ちょっと若干だけ音出してもらっていいですか？わかりました。これはちょっと、いいですよ。重低音聞いてますね、これ。そうですね、下の方の、これってあれですか、触媒はつけて、中間からですよね。あ、なるほど。もうちょっとじゃあ行きましょうか。せっかくなんで、これいないからですね。チタン焼きでかっこいいんですよ、これ。はあ、いいですよ。大きめですね。ロッソモデロっぽいっちゃロッソモデロっぽくもあるような重低音で。そうですね。重低音は聞いてるかもしれない。ああ、ですよね。中にこもりますこれ。そうですね。完全回転くらいから。なら結構ロッソっぽいですね。の一本出しだから全然軽いから。軽いですね。3分の1ぐらいです、純正の。純正の3分の1ですか。はい。あ、軽っ。自分のが半分ぐらいですもんね。 あれは HKS なんですよね。そうですね、はい。わあ、すごい。なんかいいもん見せてもらったなと思って。こんな感じです。あ、ナンバー映ってますか？いいですか？大丈夫ですかということで、珍しかったのでちょっと休憩取らせてもらいました。なんか熊本のですね、はい、スイフト乗りいっぱいいるじゃないですか。はい、でもまだ少ないじゃないですか。少ない。なんかちょっとメッセージかなんかあります？そうですね、スイスポは車体の金額も安いし、そうですね、車外パーツもたくさんあるんで、はい、たくさん乗っていただきたい。もうたくさん乗って集まってオフ会してですね、とか行ったりとかもしてですね、はい、そうですね、サーキットもありだし、はい、ということで、市民さんでした、はい、ありがとうございました。はい。